はい、どうもタンタンです。今日はこちらコアロハからですね、コアラナというブランドですね、こちらが入荷してまいりました。はい、以前も出てたんですけれども、工場を今回新たに変えて、材料スペックなんかも少し見直されて新たに発売となったモデルでございます。コアラナのこれテナーサイズ KTA の 10SP ですね。はい、オールサペリボディとなっております。今回でこのデザインですね、サウンドホールのデザイン、結びのサウンドホールだったり、最初にご覧いただきましたが、この5ポイントのヘッドの形状だったり、ロゴマークだったりとか、このあたりはしっかりとコアロハらしさは出てるのかなと思います。もちろんね、中の構造とかがユニブレースとかではないので違うんですけれども、それでもこうコアロハらしいね、このボリュームがあってすごく明るい感じの音色、これはテナーでも十分出てるかなと思います。テナーもハワイ製のコアロハなんかと一緒で、最初からロージーですね、弦が張ってある弦が、このぐらいの価格帯で最初からロージーが張ってあるものってそんなに多くないと思うので、そのあたりももうロージーでテナーサイズでっていうことで考えてる方なんかは、こう非常に選びやすい、そんな一本じゃないかなと思います。テナーサイズながらの非常に明るく抜けのいいこの辺の音あるんですけれども、まあ、こうロージーにね、最初からしかもフロロカーボンのロージー弦が張ってあるので、非常にこう音が太い感じのローが出ますね。非常にこう明るいサウンド、パワフルっていう感じよりもやっぱりこう抜けのいいカラッと明るいサウンド、そんな印象が強いのかなと思います。はい、ということでこちらコアロハのセカンドブランドコアラナからですね、テナーサイズ KTA の 10SP というモデル、オールサペリボディでこちら入荷しております。こちらの個体が、テナーサイズ KTA 10SP の1番の個体ですね。こちらが、はい、こんな感じで、はい、ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。